9月19日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はエリオットゲーム。目標タイムは1分46.3秒です。硬いレースになりそうです。門列2レース。予想上位はチードリバー。目標タイムは1分 15.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列3レース。予想上位はダンシングティアラ。目標タイムは1分 3.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列4レース。予想上位はフランキンローズ。目標タイムは1分 3.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列5レース。予想上位はブルーアスタリスク。目標タイムは1分 2.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列6レース。予想上位はヤマニンフアリダ。目標タイムは1分 15.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列7レース。予想上位はリコーニック。目標タイムは1分 44.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列8レース。予想上位はクアトロソバージュ。目標タイムは1分 14.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列9レース。予想上位はモノノフゴールド。目標タイムは1分 14.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列10レース。予想上位はピエール・オレゴン。目標タイムは1分 14.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列11レース。予想上位はブレイブ・アリーボス。目標タイムは1分 14.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列12レース。予想上位はイデ・マイ姫。目標タイムは1分 44.5 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。浦和1レース。予想上位はサンシス・イメイ。目標タイムは0分 49.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和2レース。予想上位は彩りの氷。目標タイムは1分 31.6 秒です。硬いレースになりそうです。浦和3レース。予想上位はブーシェノワール。目標タイムは1分 31.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。浦和4レース。予想上位はグローリアスフィル。目標タイムは1分 31.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和5レース。予想上位はエクスプロア。目標タイムは1分 31.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和6レース。予想上位はエスラデルノルテ。目標タイムは1分 31.1 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和7レース。予想上位はラニーズグレイス。目標タイムは1分 38.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和8レース。予想上位はココリアイランド。目標タイムは2分 11.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和9レース。予想上位はエリコーハク。目標タイムは0分 48.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和10レース。予想上位はレコルトハッピー。目標タイムは0分 48.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和11レース。予想上位はレスールドマカロン。目標タイムは1分 29.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和12レース。予想上位は超エスポワール。目標タイムは1分 35.6 秒です。
荒れる確率の方がやや高いです。名古屋1レース、予想上位はエイシンアスター。目標タイムは0分 48.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋2レース、予想上位は革新ドリーム。目標タイムは0分 56.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋3レース、予想上位は東海神楽。目標タイムは0分 55.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋4レース、予想上位はモズマワシゲリ。目標タイムは0分 54.1 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋5レース、予想上位はマライア・ガーネット。目標タイムは0分 53.8 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋6レース、予想上位はミヤビモルタル。目標タイムは0分 55.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋7レース、予想上位はザ・ハーフェル。目標タイムは0分 55.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋8レース、予想上位はギースバッハ。目標タイムは0分 55.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋9レース、予想上位はラジカルバローズ。目標タイムは1分 19.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋10レース、予想上位はローズパレード。目標タイムは0分54.3 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋11レース、予想上位はフークピグマリオン。目標タイムは0分51.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋12レース、予想上位はハッピーミーク。目標タイムは0分 52.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田1レース、予想上位はセイユンエンプレス。目標タイムは1分 34.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田2レース、予想上位は成田サフラン。目標タイムは1分 34.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田3レース、予想上位は新前八幡。目標タイムは1分 33.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田4レース、予想上位はアスクブレイブモア。目標タイムは1分 32.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田5レース、予想上位はエルマニート。目標タイムは1分 21.8 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田6レース、予想上位は大新バースデイ。目標タイムは1分 31.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位は頼むで本間。目標タイムは1分 20.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田8レース、予想上位はビブラガレット。目標タイムは1分 31.3 秒です。荒れる傾向が強いです。園田9レース、予想上位はエイシンマシーン。目標タイムは1分 32.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田10レース、予想上位はコンドリュール。目標タイムは1分 53.2 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田11レース、予想上位はキニノハト。目標タイムは1分 31.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田12レース、予想上位はサリータ。目標タイムは1分 31.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、
ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ユイイッシュ、ハローニユミ、サンヨースフィーダ、キトゥンワールド、ウッドグルーニー、リコーファルコン、リコーシュケル、アースウルフ、アルレジャン、ピユノーク、コパノアルベール、ルリオー、ハニービート、ワイルドラブ、DS フランク、クアトロソバージュ、ミッドナイトベルン、エレダール、ノブ、クラシカルスカラー、コパノエミリア、チェナエス、ゴールドラッシュ、ユーユーロザリウム、コンテントマッシモ、ワイキキビーチ、デリリウンヌ、メガミリオン、エクスプロア、エンチャント、トレジャーバローズ、怪人ビリーブ、ジャングルタキオン、アプレイザー、タイムトラベラー、リッキーマキアート、グレイブルーラー、ダンシングクライ、キットガール、レコルトハッピー、ノースプリマ、ライブガーネット、インテンスライト、ジョーエスポワール、トゥーナフォーティ、マルモリアクティブ、ユキフラワー、ウルスラ、サンマイル、ウォーカーカップ、バンダルジャン、アンパオ、ザハーフェル、ニシキビブラビブレー、ミーハ、ギースバッハ、ジーマックス、ナイトフォールさん、タマモエイトビート、カルテメトレス、エナジーロマネスク、ビビアンエイト、インテリシャブル、イントゥアドリーム、スーパースラーダ、ラインオンザトップ、ロイヤルホジャリー、NK ジャパン、光の雨、ジャスティンボルト、コスモプルエヴァ、セブリンブリーズ、ヤマニンラベーラ、クリスタルニクス、ネバーエバー、エイシンマシーン、アルザード、コンドリュール、エコロカナワン、チフナス、スマートイザード、ラピドフィオーレ、サトノドルチェ、イエローギャブ、エナの奇跡、レオンティーヌ、サノのラグミー、シンデレラフィット、ラースダケ、パラソーレ、キタの彦星、やる気元気勇気、ガンダービルト、リコーステアー、リコーベレッタ、エミネンスローズ、ユーユーアイリス、キックアーサー、デニノエンゼル、サプライズギフト、ジャポニズム、イスラデルノルテ、チェスナットドレス、メロパール、エーターナルジェイド、ウィーンフランドル、フォガラ、セユンシデン、大流ボーラー、ローズドレッシュ、ブラウンキングズ、モズマワシゲリ、ヒネコマチ、ガルドエース、ムメ、ラジカルバローズ、ハーピークオーレ、テイエムビッグサー、イモノソーダワリデ、ヘイシリン、ユニコ、セユンエンプレス、ベアメイフェザー、サンライズサラー、キシアラカン、一番星、ガーロ、ハンバーグハマー、名称マサカリ、勝利の舞、グリントスター、ステラマリーナ、君のハート、五色、グッドラックソング、桜ソーレ、ソブリンルーラー、ハタノラトゥール、当選ウィンザー、オリビアバローズ、クイーンディーン、レガント、シュタイナー、アーケイディア、マックロスキー、アモールファティ、タンバッフェ、ヤマタケメジャー、アクティブテーラー、アーススカーレット、アバンサユキ、オンリーモーガン、ブルーアスタリスク、テンケイ、イコーニック、トワキ、グッドルックス、東洋のマジオ、ハニーベリー、ラグドール、キュリエール、チティウォリアー、オフビート、コンバットココ、イーデマイヒメ、クレバス、フルメタルレディ、ゼロアワー、
ゴーゴーイーグルス、リーダーズカノン、サンシスイメイ、フィアレスヒーローを、彩りの香り、悠々にこびや、グローリアスフィル、大したもんだろう、ビーチガール、マルノアンナ、ミュールダール、夏ハヤテ、ウォーターリリー、アムフリューゲル、チェンテナイオ、マユグリーン、ココリアイランド、ゴープラチナム、サノのレインボー、ハクサンクラーケン、チェナブライト、レスールドマカロン、アニモ、レッドロムルス、セルフメイド、ウィンドフレーバー、天使のキッス、キングオブミゾラム、エイシンアスター、ヤマサークル、ニシキホーク、トークダウン、セイスカーレット、マコトアムレト、タミーノーラ、革新ドリーム、スミセイケンシン、シャイナライ、ピースワンベリテ、ハクサンブリエ、ユーメイドマイデイ、アイアンパシュート、ミヤビモルタル、ファイボーン、ワイワイサンデー、ハクサンシャトル、ハクサンフラッシュ、サイコロちゃん、シンボルザさん、フークベルエ、噂のルイ、ウルラニ、湘南夏空、コーリングローリー、アナンクス、スターライトブルー、マスターオブライフ、エターナルプライド、コウイチ、ノラ、ハッピーミーク、カールポメロ、ディーププレザント、イテマイバファロー、メイレーブ、ナリタサフラン、ニシノエール、スマートエミネンス、アスクブレイブモア、グルベアベージュ、マイネルポインター、エルマニート、カルマノーバ、エコロアモーレ、ゴールザマホーニー、バトゥーラ、タカヤンテヨー、ラブカレン、イケアベール、エイシンドップラー、ドーターオブナイル、ゴールドマイヤー、ネネ、エロイムエッサイム、マオリ、アグネスシュ、キャリアドリーム、ゴールドアクトレス、ミラージュフルール、モノノフゴールド、フォルキャップ、マテラガニア、アップイージス、北から来たパンチ、ハクサンマックス、ジャパンブルー、スマッシュヒット、ビブラガレット、ビッグフォー、ダンシングティアラ、カマリ、ピエール・オレゴン、フィデルとロッテ、メテオ・ジュリア、エスタゴニート、エド・ヒガン、頼むでホンマ、サンヨースターダム、カリグラフィー、サリータ、フレールジョア、ラニーズ・グレイス、白髪染め、レンマ、サザン・ルーブル、ウィル・トゥ・ウェル、イコー・レオパルド、クラウン・フェリチェ、イーデ・スカイ・ハイ、エスカティア、ラシアス、名称とはに、エリコン博、イデア・ミラーグロ、マッタレーナ、他の死んだ者勝ち、モーニングスカイ、ユア・マイ・ソウル、ムーン・ガーデン、ビーチ・ボーイ、ロッカ・バラード、クラレーブ、プロメッサ、メン、日本ティロホリデー、ライル・アケカイ、マドンナ・リリー、アルサー・フィ、ミラクル・ベルーン、ボルテッチョ。門別第1レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。5番カノ・ウセイの獣が前に行きます。並ぶように8番エリオット・ゲーム、3番ゴールド・アクトレスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番カノ・ウセイの獣、その後には8番エリオット・ゲームと2番アクティブ・テイラーが続きます。5番カノ・ウセイの獣そのまま独走か、逃げ切れるか。5番カノ・ウセイの獣が1着見事。続くは8番、1番、4番。門別第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。7番ツイードリバが前に行きます。並ぶように10番レオンティーヌ、1番リックフォーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ツイードリバ、その後には10番レオンティーヌと1番リックフォーが続きます。
7番ツイドリバそのまま逃げ切れるか、独走か。7番ツイドリバがゴールイン。続くは10番、1番、8番か。門別第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは4番ウィルトゥエルが先頭に立ちます。並ぶように7番ダンシングティアラ、11番サノのラブミーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ウィルトゥエル。その後には7番ダンシングティアラと11番サノのラブミーが続きます。7番ダンシングティアラそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ダンシングティアラが1着見事。続くは4番、10。門別第4レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは7番ウッドブルーに。並ぶように2番エユティウモス、9番クラウンフェリチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ウッドブルーに。その後には2番エユティウモスと4番リコーレオパルドが続きます。6番ジュエルシーカーが追い上げてくる、追い抜くか。6番ジュエルシーカーがゴールイン。続くは12番、2番、7番か。門別第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。3番リコーファルコンが早速先頭を取る。後を追うのは6番リコーシュペル、5番ブルーアスタリスクか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番リコーファルコン。その後には5番ブルーアスタリスクと6番リコーシュペルが続きます。5番ブルーアスタリスクが追い上げてくる、追い抜くか。5番ブルーアスタリスクが1着見事。続くは6番、3番、2番か。門別第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは11番やる気元気勇気が好スタートを切った。並ぶように8番ノッツ道路、2番北の彦星か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番やる気元気勇気。その後には8番ノッツ道路と5番ピアリが続きます。5番ピアリが先頭に立つか、追い抜くか。5番ピアリがゴールイン。続くは11番、10番、7番か。門別第7レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは4番ルリローが先頭に立ちます。2番手は1番リコーニック、3番コパのアルベールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番リコーニック、その後には4番ルリローと7番サンノーブルが続きます。7番サンノーブルが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番サンノーブルがゴールイン。続くは8番、1番、6番か。門別第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは2番 DS フランク。2番手は8番東洋のマジオ、3番クアトロソバージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番 DS フランク。その後には8番東洋の魔女と3番クアトロソバージュが続きます。3番クアトロソバージュが先頭に立つか、先頭か。3番クアトロソバージュが1着見事。続くは6番、5番、8番か。門別第9レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。5番イーデスカイハイが前に行きます。2番手は8番フルオブプレイズ、2番マドンナリリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番イーデスカイハイ、その後には8番フルオブプレイズと3番目にスクイインが続きます。5番イーデスカイハイそのまま独走か、逃げ切れるか。5番イーデスカイハイが1着見事。続くは7番、4番、8番か。門別第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。2番ピエール・オレゴンが早速先頭を取る。並ぶように5番キュリエール、4番大成ガストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ピエール・オレゴン。その後には5番キュリエールと4番大成ガストが続きます。2番ピエール・オレゴンそのまま逃げ切れるか、独走か。2番ピエール・オレゴンが1着見事。続くは4番、3番、6番か。門別第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは9番クラシカルスから。並ぶように8番ブレイブアリーボス、5番リコーベレッタか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番クラシカルスから。その後には8番ブレイブアリーボスと5番リコーベレッタが続きます。8番ブレイブアリーボスが追い上げてくる、先頭か。8番ブレイブアリーボスがゴールイン。続くは6番、2番、9番か。門別第12レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。10番のベルエイが早速先頭を取る。
並ぶように7番ゼロアワー、11番スノーキャンドルカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番エスカティア、その後には7番ゼロアワーと10番ノベルエイが続きます。8番ゴーゴービーブルスが追い上げてくる、追い抜くカップ。8番ゴーゴービーブルスがゴールイン。続くは3番、7番、1番カップ。裏は第1レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは12番サンシスイメイが先頭に立ちます。12番サンシスイメイの背後には9番ルージュルージュ、11番ジオパークピリカカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番サンシスイメイ。その後には11番ジオパークピリカと9番ルージュルージュが続きます。12番サンシスイメイそのまま逃げ切れるか、独走か。12番サンシスイメイがゴールイン。続くは、裏は第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは3番ロバストウォリアーが先頭に立ちます。並ぶように4番彩りの香り、1番フィアレスヒーローか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番彩りの香り、その後には3番ロバストウォリアーと1番フィアレスヒーローが続きます。4番彩りの香りそのまま逃げ切れるか、独走か。4番彩りの香りが1着見事。続くは3番、5番、1番か。裏は第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは3番 WX が先頭に立ちます。後を追うのは6番フィデルトロッテ、4番ジャックルージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番フィデルトロッテ、その後には2番ブーシェノワールと3番 WX が続きます。2番ブーシェノワールが先頭に立つか、追い抜くか。2番ブーシェノワールが1着見事。続くは6番、4番、5番か。裏は第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。7番サプライズギフトが前に行きます。その後ろには5番グローリアスフィル、6番コンテントマッシモか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番グローリアスフィル、その後には7番サプライズギフトと1番ケイティユイが続きます。5番グローリアスフィルそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番グローリアスフィルがゴールイン。続くは7番、4番、1番か。裏は第5レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは7番夏早手が好スタートを切った。2番手は11番つくばマリア、4番エクスプロアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エクスプロア、その後には11番つくばマリアと7番夏早手が続きます。4番エクスプロアそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番エクスプロアが1着見事。続くは11番、3番、7番か。裏は第6レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは1番イスラデルノルテが好スタートを切った。その後ろには3番コロディア、4番ブレイブサウンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番イスラデルノルテ、その後には3番コロディアと8番ビーマジカルが続きます。3番コロディアが後ろから追ってくる、先頭か。3番コロディアがゴールイン。続くは11番、12番、5番か。裏は第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは3番メロパールが先頭に立ちます。後を追うのは1番スパイツサージュ、6番ラニーズグレイスカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番メロパール、その後には6番ラニーズグレイスと9番アプレイザーが続きます。11番セレッソサンライズが先頭に立つか、先頭か。11番セレッソサンライズがゴールイン。続くは6番、9番、2番。裏は第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは5番メイショートワニが好スタートを切った。並ぶように10番フォガラ、8番リッキーマキアットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番フォガラ、その後には5番メイショートワニと3番ココリアイランドが続きます。8番リッキーマキアートが追い上げてくる、追い抜くか。8番リッキーマキアートがゴールイン。続くは3番、1番、2番か。裏は第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは6番エリ紅白。6番エリ紅白の背後には5番サザンウィンド、1番南東か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番エリ紅白。その後には5番サザンウィンドと1番南東が続きます。7番ゴープラチナムが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番ゴープラチナムがゴールイン。続くは8番、1番、2番か。
浦和第10レース各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。9番レコルトハッピーが早速先頭を取る。2番手は4番ポアゾンボス、1番ダンシングクライカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番レコルトハッピー。その後には4番ポアゾンボスと8番ステラセイコーが続きます。12番のスプリマが後ろから追ってくる。先頭か。12番のスプリマが1着見事。続くは10番、4番、9番か。浦和第11レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは7番レスールドマカロン。2番手は5番ライブガーネット、2番ゴールドソニックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番レスールドマカロン。その後には5番ライブガーネットと2番ゴールドソニックが続きます。12番マルサーフィが追い上げてくる。追い抜くか。12番マルサーフィがゴールイン。続くは7番、2番、5番か。浦和第12レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは9番ワガンセが先頭に立ちます。後を追うのは10番イデアミラーグロ、5番とのパーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番とのパー。その後には7番ジョーエスポワールと10番イデアミラーグロが続きます。7番ジョーエスポワールが後ろから追ってくる。先頭か。7番ジョーエスポワールが1着見事。続くは6番、3番、1番か。名古屋第1レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは4番エイシーマスター。2番手は7番メテオジュリア、3番キングオブミゾラムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エイシーマスター。その後には7番メテオジュリアと3番キングオブミゾラムが続きます。8番ヤマサークルが追い上げてくる。先頭か。8番ヤマサークルがゴールイン。続くは6番、7番、1番か。名古屋第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。2番セイスカーレットが前に行きます。並ぶように3番マルモリアクティブ、6番マコトアムレトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マコトアムレト、その後には2番セイスカーレットと3番マルモリアクティブが続きます。10番スミセイケンシンが追い上げてくる、追い抜くか。10番スミセイケンシンがゴールイン。続くは4番、7番、5番か。名古屋第3レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは5番東海神楽が好スタートを切った。後を追うのは12番マイファームーラン、4番 BB デシジョンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番東海神楽、その後には4番 BB デシジョンと2番シャイナライが続きます。7番オーキデパフ夢が後ろから追ってくる、先頭か。7番オーキデパフ夢が1着見事。続くは5番、8。名古屋第4レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは12番ユーメイドマイデイ。その後ろには1番マスターデカゴン、11番シュタイナーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ユーメイドマイデイ。その後には3番クイーンディーンと11番シュタイナーが続きます。9番ハクサンブリエが先頭に立つか。先頭か。9番ハクサンブリエがゴールイン。続くは2番、1番、8番か。名古屋第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。12番白山メモリーが前に行きます。並ぶように7番バルドエース、6番マライアガーネットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番バルドエース、その後には12番白山メモリーと3番サンマイルが続きます。6番マライアガーネットが追い上げてくる、先頭か。6番マライアガーネットが1着見事。続くは9番、4番、5番か。名古屋第6レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは11番白山フラッシュ。2番手は2番ミヤビモルタル、9番白山シャトルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ミヤビモルタル。その後には11番白山フラッシュと3番ハイボーンが続きます。10番大仙レージュが先頭に立つか。先頭か。10番大仙レージュがゴールイン。続くは1番、9番、12番か。名古屋第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは8番ザ・ハーフェルが好スタートを切った。後を追うのは6番フォルトシュリット、1番テリオスボスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ザ・ハーフェル。その後には1番テリオスボスと4番テルケンレンテルが続きます。
8番ザハーフェルそのまま独走か、独走か。8番ザハーフェルがゴールイン。続くは9番、1番、10番か。名古屋第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは9番ネムレスクイーンが先頭に立ちます。後を追うのは7番リスバッハ、2番マクッテソフィアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ネムレスクイーン。その後には1番ミーハと7番ギスバッハが続きます。3番バブロッサムが追い上げてくる。追い抜くか。3番バブロッサムが1着見事。続くは2番、10番、8番か。名古屋第9レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは8番ウィウィルイン。その後ろには7番ウィンジャック、12番コスモララバイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ウィウィルイン。その後には7番ウィンジャックと11番湘南夏空が続きます。7番ウィンジャックが追い上げてくる。先頭か。7番ウィンジャックが1着見事。続くは3番、9番、4番か。名古屋第10レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは7番スターライトブルーが先頭に立ちます。その後ろには3番ジュレックスター、2番ローズパレードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番スターライトブルー。その後には3番ジュレックスターと2番ローズパレードが続きます。9番ナイトフォールさんが後ろから追ってくる。先頭か。9番ナイトフォールさんがゴールイン。続くは2番、5番、10番か。名古屋第11レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。12番マスターオブライフが前に行きます。12番マスターオブライフの背後には10番ビビアンエイト、4番スティールアクターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番マスターオブライフ。その後には11番フークピグマリオンと10番ビビアンエイトが続きます。9番エナジーロマネスクが先頭に立つか。先頭か。9番エナジーロマネスクがゴールイン。名古屋第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは5番高一。5番高一の背後には9番ハッピーミーク、11番カールポメロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番高一。その後には9番ハッピーミークと11番カールポメロが続きます。2番エターナルプライドが追い上げてくる。先頭か。2番エターナルプライドが1着見事。続くは11番、4番、8番。園田第1レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは1番面。2番手は5番声優面プレス、2番ユニコか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番声優面プレス。その後には8番ララアンセストラルと2番ユニコが続きます。5番声優面プレスそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番声優面プレスが1着見事。続くは6番、8番、2番か。園田第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。1番ロケッツアンが前に行きます。その後ろには3番ジャパンブル、10番サトスイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ジャパンブル、その後には10番サトスイと8番スーパースラーダが続きます。8番スーパースラーダが追い上げてくる、追い抜くか。8番スーパースラーダがゴールイン。続くは5番、9番、3番か。園田第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは6番 NK ジャパン。2番手は9番新前8万、5番スマートエミネンスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番 NK ジャパン。その後には9番新前8万と1番ロイヤルホジャリが続きます。7番チェリータイムが追い上げてくる、追い抜くか。7番チェリータイムが1着見事。続くは4番、9番、8番か。園田第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは5番アスクブレイブモア。その後ろには1番光の雨、9番エイシンソブリンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番アスクブレイブモア。その後には7番ジャスティンボルトと2番スマートヌーメンが続きます。5番アスクブレイブモアそのまま独走か、逃げ切れるか。5番アスクブレイブモアがゴールイン。続くは2番、7番、6番か。園田第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは4番ワールドペコが好スタートを切った。
2番手は10番パルマノーバ、8番コスモプレイバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ワールドペコ、その後には10番パルマノーバと8番コスモプレイバが続きます。5番エルマニットが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番エルマニットがゴールイン。続くは1番、8番、3番か。園田第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは6番ミラクルベルンが先頭に立ちます。後を追うのは9番ラブカレン、8番大新バースデイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番大新バースデイ。その後には1番エコロアモーレと3番ルナプレスが続きます。1番エコロアモーレが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番エコロアモーレがゴールイン。続くは8番、5番、3番か。園田第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは1番リキャーベールが好スタートを切った。その後ろには10番ハンバーグハマー、4番丸の水木か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番頼むでホンマ、その後には1番リキャーベールと3番グラスビガーが続きます。2番頼むでホンマそのまま独走か、逃げ切れるか。2番頼むでホンマがゴールイン。続くは1番、5番、8番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは5番タンバッフェが先頭に立ちます。並ぶように10番ホーシオウラスティ、12番ステラマリーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ビブラガレット、その後には5番タンバッフェと8番ベラジオサキが続きます。1番ビブラガレットそのまま逃げ切れるか、独走か。1番ビブラガレットが1着見事。続くは8番、3番、12番か。園田第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番ローターオブナイル。2番手は5番ネバーエバ、10番ライトグラーブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ネバーエバ、その後には10番ライトグラーブと3番ローターオブナイルが続きます。8番ゴールドマイヤーが先頭に立つか、追い抜くか。8番ゴールドマイヤーが1着見事。続くは6番、5番、1番か。園田第10レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。3番シフノスが早速先頭を取る。3番シフノスの背後には5番ネネ、7番アポロテネシーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番シフノス、その後には5番ネネと1番コンドリュールが続きます。10番サンライズスコールが先頭に立つか、追い抜くか。10番サンライズスコールがゴールイン。続くは1番、5番、3番か。園田第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは4番マオリが好スタートを切った。2番手は1番君のハート、9番ジーニアスレノンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番君のハート、その後には4番マオリと9番ジーニアスレノンが続きます。1番君のハートそのまま独走か、逃げ切れるか。1番君のハートがゴールイン。続くは4番、5番、8番か。園田第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは7番イエローキャブが先頭に立ちます。後を追うのは1番サトノドルチェ、6番サリータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番サリータ、その後には1番サトノドルチェと4番モンテマッチョーレが続きます。6番サリータそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番サリータがゴールイン。続くは8番、4番、1番か。